こんにちは、こんばんは、ゴーストです。というわけで今回はアセットコルサコンペティツィオーネキャリアモードを進めていきましょう。で、前回難易度設定を行って、何を土地狂ったのか、ちょっと最高難易度でやってしまったんですけど、とんでもなく難易度が高くてですね、かなりキャリアの進捗速度に影響するのではないかなと思うんですが、もしかしたら途中で変えるかもしれないです。その辺はともかく進めていきましょう。現在進行度 10% ですね。では行きましょう。キャリアモード3つ目のイベントはこちらですね、ランボルギーニヤングドライバーズプログラムテスト3ということで、またテストなのって思う方もいるかもしれませんが、ご了承ください。私も思ってますので、で今回は夜の走行テストというイベントになるようですね。前回が雨のテストで、その前回が通常のドライの昼のテストだったんですけど、キャリアモードはちょっとチュートリアルみたいなところも含まれているような感じがするので、このような流れになってるんだと思いますね。こちらのゲームでは一応コンディション変化が収録されているので、それら一連をまず体験してみてくださいという感じだと思います。では行きましょう。さあ、3回目のイベント、ヤングドライバーズプログラムテスト3にやってまいりました。キャリアイベントの目標を見てみましょう。この夜間走行テストでは最速のラップに基づいて評価されますが、安定感を保って走行すること、事故やコースのカットを回避することが最も重要です。安全運転を心がけてくださいということです。さあ、コース上にやってまいりました。今回はナイトなので、いや非常に暗いですね。ちょっとピットの明かりがあるので車内は今明るいですが、コースはかなり暗いかなと思います。でイベントの内容は至ってシンプルですね。前回と同じで10分間の間タイムトライアルを行って、その最速ラップで、セッションの結果が決まるという感じになっております。では早速行きましょう。ライトを点灯してくださいとなってますね。はい、いいですね。この車はどうやらハイビームロービームの切り替えはないみたいですね。行きましょう。いや、前回のタイムトライアルは正直ね、もう気持ちが折れそうになるくらいしんどかったですけど、今回はどうなんでしょう。今回も AI 早いのかな。いや、だとしたらちょっと大変ですね。モーターサーキットは比較的夜でも走りやすいコースにはなるかなとは思いますが、油断は禁物ですね。路面温度が低いな。この辺のセクションはかなり暗いですね。もうライトがほとんどないです。ホームストレートに帰ってくるとちょっとホッとしますよね。さあ、コーナーがかなり認識しづらいので、ブレーキングがかなり難しくなってますね。どこからブレーキを踏めば止まれるのかが非常に分かりづらくなっております。夜になるとやっぱり路面温度が下がるので、タイヤの温度が上がりづらくて結構怖いですね。滑りやすい、難しいです。非常に難しい。遠近感が狂いますね。遠近感と、なんでしょう、スピード感っていうんですかね、その速度感が、体感速度がちょっと変わってくるので非常に難しいですね。ここはちょっと明るいですけど、明かりが断続的なのでかえって遠近感が分からなくなりますね。難しい。今回は1回でクリアしたいな。1回でクリアしたいですね。何回もちょっとアタックするのは大変なんですよね。さあ、一発目のブレーキング、ちょっと止まりすぎてしまいましたけど、止まらないよりはマシかなと思います。徐々にね、ブレーキングの精度を上げていってタイムを上げていきたいですね。いや、やっぱり目印がほとんど見えないので非常に怖いですね。
普段だったら目で見てわかるコーナーまでの距離が本当にわからないので、まあアセットコルサの夜は比較的明るい表現だとは思ってますけど、それでもやっぱり難しいですね。まあ、結構個人的には今まで夜の運転が一番難しいなって思ったゲームはプロジェクトカーズ2ですかね。プロジェクトカーズ2はかなり暗かったですね。でもすごく良かったと思います。そのライトで照らされてるところ以外の見えなさっていうのがすごくいい臨場感がありましたね。まあ、次はダートラリー 2.0 かな。ダートラリー 2.0 もかなり夜の表現がいいゲームだと思います。そのライトの明るさとその周りの暗さのバランスが非常にリアリティがあったと思いますね。アセットコルサはどちらかというと全体的に明るいんですけど、ライトも暗いからあんまりライトで照らしているところが明るく見えないので、これはこれで非常に難しいものになってますね。なんでしょう、見えないわけではないんですけど、全体的にぼんやりとしていて非常に難しい。だすごく曖昧な情報をもとに走らないといけないのでかなり難しいですね。ちょっと2周目の方がタイム落ちてますよ。これまずいな。いやレズノコーナーの区間がすごい暗いですね。ここまあモンタは比較的走ってる回数が多いコースですから、まだね体で覚えてる感覚っていうのが役に立ちますけど、これ全然走り慣れてないコースとかだったらとんでもない地獄でしょうね。いいですね、この運転席が街灯でこう明るくなったり暗くなったりする感じ、これすごくいいと思いますね。もうここ本当に遠近感が全く伝わってこない。どこからアクセル踏めばいいのか。さあ1分55秒52、 AI はどこまで行くんでしょう。いやお手柔らかに頼みますよ。まだ 10% しかキャリアモード進んでないんですからね。こんなにゲーム序盤で苦戦させられたらこの先が思いやられますから。
お、いいんじゃないですか。前回よりタイムは速いですよ。さっきのラップよりは速い。さあ、1分54秒走り。でもどうだろう、 AI 52秒台とかいくのかな。あ、ちょっと待った、やばい、わー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 、ちょっとコントローラーバグが入ってしまいました。いやー、多分今のがファイナルラップだったんですけど、ちょっと第一コーナーコンマ3秒ロスしてしまいましたね。一応これで一通りセッションが終了しました。まあ、あとは AI のタイムがどのぐらいなのかなんですけど、いや、嫌な予感がするな。嫌な予感がしますね。夜だとこの試験うまく走れないですね。最初の進入速度がかなり遅くなってしまいますね。やっぱり怖くて。で、このパラボリカ最終コーナーのブレーキングポイントもちょっとかなりね、やっぱり遠近感が狂いますね。目がチカチカする。さあ、どう？最初ですか？いや、やっぱりね。やっぱり早いですね。まあ、前回よりはマシですけど、今現在私のタイムベストが1分54秒828で、 AI が1分53秒646ですね、トップタイムが。あ、なのでその差は1秒182ですね。まあ、ちょっと1回でまともな結果は出なかったですけど、まあ、前回よりはマシかなと思いますね。前回よりは、あの前回のウェットの時は最初のラップ3秒遅れでしたから。あ、まあ、というわけでちょっと1回ではクリアできなかったです。もう1回だけちょっとやらせてもらいますね。さあ、それでは今回もちょっと1回ではクリアできなかったので2回目行ってみましょう。で、ちょっとセットアップをね、最適化して、でちょっと2回目はクリアしたいので、がっつりとアタックしていきたいと思います。ではちょっとお待ちくださいね。はい、というわけで1分53秒286、いやー、なんとかクリアできました。うん、前回のテスト2に比べれば、あ、まあそれほど難易度は高くはないですけど、でもどっちみちやっぱり早いですね。非常に早いです。1回ではちょっと厳しいですね。10分間1回ではちょっとクリアできないなという感じがします。まあ、不可能ではないんですけど、やはりちょっとね、大変時間がかかるかなと思うので、まあ、キャリアモード通して最高難易度でやるかどうかはちょっとわからないですけど、まあ、ここまでやってみた感じだと危ないな。あ、とても面白い感じになっていいかなと思います。まあ、程よい難易度だと思いますね。でも前回のは本当にきつかったです。すごい大変でした。あ、というわけでキャリアモード3回目のイベントを無事終了しました。いや、よかったです。おそらくですけどこれでヤングドライバーズテスト系は終わりなんじゃないかなと思います。まあ、今回みたいにナイトレースですとかね、そういった天候変化や時間変化という要素もすごくね、よくできているゲームなので、まあ、オンラインプレイとかではなかなかこういったコンディションでレースできることは少ないと思いますが、ぜひキャリアモードやシングルプレイで、たまにはね、雨や夜もやってみてください。非常に面白いゲームになっております。よーし、お、いよいよやってまいりましたよ。チームからのオファーが来たようです。どんなチームから来てるの？ちょっと見てみましょう。予備テストでの好成績おめでとうございます。ありがとうございます。あなたには確かな才能があります。あら、嬉しいですね。しかしながら、昨年度のトップチームの関心を引くにはレースでさらなる成果を出さなければなりません。現時点ですでにいくつかのチームから本年度のスプリントカップでのオファーが来ています。お、本当ですか。じゃあ私無事に GT3 デビューできる？よかったです。選択可能なモデルの中から希望の車両を選び実力を証明してみましょう。よし、
テストの結果、あ、でもシルバーなんですね。悔しいな。まあ、最初のテスト1は確かに適当でしたけど、テスト2、3は結構頑張ったんですけどね。最高難易度でトップタイム2回取ってもシルバーなの？厳しいですね。かなり迷ったんですけど、1台目はですね、キャリアモードは V12 バンテージ GT3 を使って行ってみようかなと思いますね。よし、この車でシーズン初戦行ってみましょう。スプリントカップ、お、チームを編集するとかもできるんですね。あ、キャリアモードは結構、あ、そうか、チームを作るところから始まるんですね。あー、なるほどな。実際にあるそのチームとかに所属してという感じではないのか。まあいいでしょう。お、やっていきましょう。ではこの内容でいきましょうかね。チームを作る、はい。おー、というわけで、次回のイベントはこちらになります。サーキットゾルダーですね。第一戦はどのモードでもゾルダーになっておりますね。キャリアポイントとかね、なんかいろんな項目がありますけど、進行状況 15% まで来ました。次回はこちらのイベントやっていきましょう。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。